はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、ルパンレンジャー VS パトレンジャー VS ビークルシリーズデラックスシザーダイヤルファイター&ブレードダイヤルファイターです。はい、先週先々週と大活躍だった新しいビークルで、しかも設定がちょっと変わってて、同じ VS ビークルシリーズのグッドストライカーと生き別れの VS ビークルだったり、2つのビークルがそれぞれアタックモードに変形する上にドッキングも可能で、さらに本編内ではロボとの合体以外にもルパンレッドの武装アイテムとしても使われてましたから、いろいろ特殊なビークルですよね。外箱をぐるっと見回すとこで、ドッキング機能単体で遊ぶことができますし、アタックモードへの変形にルパンカイザーナイトへガッタイム、もちろん VS チェンジャーにセットすることで専用サウンドもなります。ではレビューしていきます。というか、これだけギミック満載なアイテムが定価1800円で、僕1440円で買いましたけど、めちゃ安くない VS ビークルシリーズ全体的に価格が抑えめな気がする。はい、取り出すと、あ、でもそこまで大きくないんだね。ただ2つのビークルがワンセットになってますから、ボリューム自体はそこそこで、おお、いいじゃん、ステルス型だ。で、上が戦闘機ね。なるほど。で、引っ張れば取れるんだ。あ、めっちゃいいし、それぞれに認識プレートがついてる。ただ分離するだけかと思ったら、実質2つのデラックスアイテムが一緒に入ってる感じですね。はい、中身はこうなってて、シザーダイヤルファイターとブレードダイヤルファイター。シザーダイヤルファイターがステルス機型で、こちらのブレードダイヤルファイターの方が戦闘機。これを上からガッチャンすることで、1体の VS ビークルが完成しますね。引っ張れば取れますし、脱着はすごいお手軽。ではビークル本体を確認しましょう。ぐるっと見回すとこで、後ろ、横、正面、上側、下側で、ちゃんとここにルパン側の V マークありますし、ダイヤル回転もしますね。この状態だとここを回すぐらいのみで、それ以外特に動くところはないんですが、一応ここがね、変形の関係で展開はできますが、基本は形状固定で、引っ張って分離した状態から各 VS ビークルのアタックモードに変形するような形で、まずブレードダイヤルファイターは標準の戦闘機状態がこういう見た目で、だいぶ小型ですね。で、ダイヤルはちゃんと生きてますから動きますし、ブレード、ここがね、このように稼働しますので、前にずらすことで、はい、ブレードが完成して、アタックモード。簡単な変形でちゃんと攻撃状態に形状変化しましたね。ここは軟質で危なくないようになってますし、モールドも結構細かめ。この状態で敵を切りつけるような形で、くるっとパーツを動かせばノーマルモードに戻れます。ちなみに標準のレッドダイヤルファイターと比べるとかなり小型なのがわかりますし、ちょうどライトシリーズとかと同じようなボリュームだね。で、裏側を見るとダイヤル部分がくぼんでて、ちゃんとね、合体するようになってますし、さらにシザー側、こちらも改めて単体状態で見るとこうで、上から見るとステルス機って感じだね。で、コックピット部分もメカメカしくって、この見た目好きだな。で、ダイヤルを回すとロックが外れますので、アームをずらしてブレードを前に展開することで、はい、アタックモードの完成。シザーダイヤルファイターの名の通り、ここがハサミになってますね。これはここまで前にまっすぐにすることもできますが、ここのね、ワンクリック展開した状態が標準で、ハサミの形になってますよね。軟質でここも危なくないようになってますし、アタックモード状態で見回すとこうで、くるっと回す。で、後ろ側にまっすぐにして収納すればすぐにノーマル状態に戻りますし、ダイヤルを回して、ロック、肘を曲げる。さらに、ハサミを前にすればアタックモード。2モード変形めちゃ簡単。さらに、先ほどのブレードダイヤルファイターもアタックモードにすれば本編通りのダブルのアタックモード状態を再現することもできますね。
この状態で両方ともアタックモードにすることも一応はできますね。いろんな方法で遊べますよね。そして改めて行き分かりの VS ビークル同士で並べるとこうで、ブラックの成型色とかこの辺のシルバーとか、シルバーのダイヤルカラーとか、確かに似てる箇所多いですね。また行き分かりビークル登場するのかな。では VS チェンジャーと連動。まずは標準のシザー側から。9-6-3 で、この距離感でもちゃんとボタン連動ありますね。さらに召喚。シザーで専用音声も鳴りますし、さらに上のパーツを外してブレード側の個別サウンド、はい、ちゃんとサウンド変わりますね。あ、ここは反応しない。押せるかな、ギリギリ。2-0-0。召喚。すごいね。ブブブレードで、しっかり2音分のサウンドが1個のおもちゃでなりました。ここのピン配列がそれぞれ変えてありますもんね。おもちゃ的に細かい作りだな。では、ルパンカイザーと合体でルパンカイザーナイトを完成させましょう。まずは、ブレード側のパーツをアタックモードに変形して、これが剣の形になりますから、ここのグリップのジョイントを右手に持たせます。剣持ちます。そして、イエローダイヤルファイターを引っ張って外して、今回は左腕を変えますから、シザーのダイヤルを回してロックを外したら、ブレードをまっすぐに変形させて、ここをカチャッと変形、さらに手前側に回すと、ここにジョイントがありますから、これで縦をまっすぐ持てるような形状に変化しますので、左手変わります。完成！ルパンカイザーナイトです。すごくない？いや、今回の VS ビークルガッタイムは、前回のサイクロンより見た目が大幅に変わって、それぞれのアタックモードがブレードとシールドに変化するっていうのが、ほんとよくできてるなーって感じますね。はい、この状態でぐるっと見回すとこうで、左手にはしっかりシールドがね、武装されてる状態になってて、ここに拳的な造形もあるんですよね。で、裏側までメカモールド入ってるし、で、右手にはここね、拳がありますから、ブレードを刺すことで剣を持ってる風になると。ここのね、剣の長さは短めとはいえ、それでもちゃんと武器を追加武装できてるっていうのがなかなか感動かも。標準のルパンカイザーだと武器武装ありませんもんね。というか、今一度ここの左手の内側とかを見ると、この部分が指の造形になってるんだよな。もちろん引っ張っても取れませんから、腕部分とシールドは完全同化しておりますが、ある程度角度を変えることで、まっすぐ腕を伸ばした状態での防御なんかもできますし、ブル自体がよく動きますから、こうやって構えて、斜めにして、ポージングを変更することもできますし、逆にもっと縦を強調して、
防御特化みたいなこともできますね。優秀優秀。腕をまっすぐ下げて、剣部分を強調することなんかもいけるから、単体でのプレイバリューの良さだけじゃなくて、合体後もかなり遊べる。すごいな、この VS ビークル。めっちゃ優秀じゃん。ちなみに本編だと必殺技時に空中にジャンプするんですが、その時にシールド側のジェットを使っておりましたので、これがひっくり返ってたんですけど、あ、いけるね。なので、これをひっくり返すことで、ステルスジェットをドーッと使って、ジャンプ状態の必殺技直前のポージングも再現可能ですね。なんでもできるな。ちなみにこれは左右を入れ替えることはできるのかな？単純にそっか、ここのパーツをくるっと回転すれば OK だから、右手に変えて、左手をイエローに戻すことなんかも OK ですね。ただこっちは拳がないから、ブレード武装はできませんが、左右どちら側でもシールドの向きは変わらず装着することができます。優秀。ということは同じ要領で、僕は今回ハンマーを2個欲しいがためにもう1個このセットを買いましたので、ルパンと同じような遊び方で形変えるっしょ。でジョイント使って左手にはめる。でここはもう警棒を持ってるんだけど、ひっくり返すと拳が出てくるから、ここロックしてブレードに変形させて持たせれば、あ、いけるね。はい、今度はパトレンジャー側のパトカイザーナイトが完成しました。全然、ジョイント的にも問題なくって、かなりかっこよく変形合体することができました。ただ、ルパンカイザーは一応中性的な要素がちょっとありますから、それに比べると、パトカイザーはね、最新メカって感じなので、マッチングはルパン側の方がいいんですが、一応こういう風に、おもちゃ的に問題なく、どちらの戦隊でも互換性がありますね。拳持たせられてますし、縦武装も OK ですね。この状態でルパンとパトレンを並べるとこうで。まあでもおもちゃオリジナルでこういう遊びができるのはめっちゃ楽しいですね。いや、とりあえず追加の VS ビークルで何買おうか迷ってる人は、このシザーダイヤルファイター&ブレードダイヤルファイター買った方がいいよ。今ならハンマーダイヤルファイターももらえますからね。以上、ルパンレンジャー VS パトレンジャー VS ビークルシリーズデラックスシザーダイヤルファイター&ブレードダイヤルファイターの初夏でした。